新婚生活、幸せを二人で築きながら日々を共有し互いに理解し合う幸せな期間、愛深さゆえに一生を添い遂げることを決めた二人の幸せな生活の第一歩。しかし時にその愛の深さは全く違った形で姿を現すことがあります。過干渉、嫉妬、そして束縛。皆さんは自分の感情をうまくコントロールできていますか？コントロールできているつもりでもどこかのタイミングで心のダムが決壊するかもしれません。そう、それはこれから話す事件の加害者のように。大阪府豊中市、新婚夫婦ウェディングドレス事件。2018年12月17日、大阪府豊中市にて娘夫婦と連絡が取れないと女性側の親族から警察に通報が入りました。警察はすぐにこの夫婦が住む集合住宅へと向かい、ドアを開けます。するとそこで目にしたのは、首に電気コードのようなものが巻かれた状態で、すでに冷たくなった女性、そして血のついた刃物、さらにはその夫とみられる男性が浴室で首を吊っている姿でした。二人はすぐに病院に搬送されますが、残念ながら女性の方は死亡が確認され、男性は軽傷で、翌18日には退院となります。一体二人に何があったのか。警察はすぐに状況を確認すべく男性に事情聴取を行います。するとこの男がとんでもないことを話し出しました。自分が妻の首を絞めて殺した。でも首を絞めた理由はわからない。警察はこの供述を受け、同12月18日この男性を殺人の疑いで逮捕しました。逮捕されたのは、同市西泉ヶ丘に住む府立支援学校教諭の元田壮容疑者、当時28歳。被害者は元田容疑者の妻、莉子さん、当時26歳。そしてその後の捜査により、元田容疑者が莉子さんを殺害した理由が明確になります。その理由、それはウェディングドレスでした。ウェディングドレス、さすがにこれだけでは意味がわからないと思います。正しくお伝えするのであれば、莉子さんが結婚式で着るウェディングドレスの試着をした際、そのウェディングドレスを着た姿が問題になったのです。時は少し遡り、本件から約半年前にあたる2018年6月、元田容疑者と莉子さんの二人はマッチングアプリを通じて出会い、意気投合。すぐに交際をスタートさせ、さらに事件の約1ヶ月前の11月には入籍。翌年には海外での挙式を控えていました。二人は交際を始めてからというもの、いつも一緒におり、お互いがお互いを尊重し、その愛情のすべてを注いでいたといいます。出かけるときはいつも手や腕を組み、常に二人の時間を大切にしていました。ですが莉子さんは交際を始めた当初から元田容疑者に対しある不安があったといいます。それは元田容疑者の嫉妬でした。公の場であっても男性と喋ると途端に機嫌が悪くなる。男性のいる飲み会などは怒られるのが分かっているから絶対に参加できなかった。しかしそれでも後に結婚を決める相手です。そのうち良くなるだろう、もう少し我慢すれば自由になるだろう、そう考えた莉子さんでしたが、元田容疑者の嫉妬、束縛は緩くなるどころか、さらに激しいものになっていきました。男性だけではなく、友達とも連絡を取るなと言われた。莉子さんは本件が発生する前、母親に対しこのように愚痴をこぼしていたことが分かっています。付き合っていた頃は本当に仲の良かった2人ですが、結婚してからは週に1回は莉子さんの交友関係をめぐり喧嘩になっていたそうです。そんな中、迎えた2018年11月下旬、この日は莉子さんが結婚式で着るウェディングドレスの試着をする日でした。店に着き、早速着替えに取り掛かる莉子さんと従業員。そしてついにウェディングドレスを着た莉子さんが元田容疑者の前に出てきます。どうかな、似合ってる。幸せな二人の会話の始まりですが、そう思えたのはここまででした。妻のウェディングドレス姿を見た元田容疑者が一番最初に抱いた最も大きな感情、それは綺麗よりも可愛いよりも露出があまりにも多すぎるでした。そんなことはつゆ知らず、莉子さんは自身の晴れ姿をインスタグラムにアップしようとしたのですが、元田容疑者が露出が多いという理由でそれを強く制止。
そしてそれだけではなく、莉子さんのスマホを取り上げようとしたことで喧嘩になり、挙句には警察が仲裁に入る事態にまで発展します。その後、二人は警察の仲裁もあってかようやく仲直りをし、家路につき、この日は事なきを得ます。しかし、その後も結局、元田容疑者の嫉妬、束縛が改善されることはなく、そしてついに事件当日を迎えることになります。2018年12月16日、この日二人は終わったはずのスマホの取り上げをめぐり、再び激しい口論になります。そこでついにお互いの感情が爆発。その言い争いは3時間にも及び、もう離婚したい、死んでほしい、じゃあ殺せよ。そうしたら離れられる。死んでほしいけど、そうしたら家族に迷惑がかかる。こんなやり取りを機に、元田容疑者によると、莉子さんの方が先に行動に起こしたそうです。莉子さんは台所から包丁を持ち出し、元田容疑者の頭を切りつけ、血がポタポタと流れました。莉子さんがこれ以上攻撃することはありませんでしたが、このことを境に、元田容疑者は何度も莉子さんを殴りつけます。そして殴られ続けた莉子さんが口を開きました。お前が殺せと言ったんやろ、ほんまに最低な男やわ。間違えた。後に元田容疑者はこの時のことを、莉子さんからのこれらの言葉で心の中で抑えていたものが席を切ったと話しています。元田容疑者はそばにあった電気毛布のコードを持ち、莉子さんの背後から首を絞め続けました。そして気がついた時にはすでに莉子さんは動かなくなっており、その姿を見て自分の犯した罪を自覚したそうです。苦しむほど、束縛するほどに愛していた妻の死、それも自分の手で。ですが、その後に元田容疑者が取った行動は妻への愛情を一切感じさせないものでした。元田容疑者はその後、莉子さんと争った形跡を偽装するために、自らの首や体を包丁で切りつけ、妻が包丁を振り回したという嘘のメモを残します。そして、救急車や警察に連絡することなく、浴室へと向かい自殺未遂。妻の遺体は、殺害したその場に放置されたままでした。忘年会早く終わらんかな。会いたい。一緒に家でラブラブしたいね。法廷で弁護人が読み上げた LINE での2人の微笑ましいやり取り、事件の2日前のものです。元田被告は容疑に対しこのように話しました。莉子さんに包丁を振り回され殺されると思った。正当防衛とは言わないまでも、あくまで妻の攻撃に対する防衛だったと主張。弁護側は過剰防衛だったとして酌量を求めます。しかし、これに異を唱えたのは、被害者参加制度で法廷に立った莉子さんのご遺族でした。男は嘘をついている。涙ながらに訴え減刑を求めます。そして2019年11月13日、判決公判の日、裁判長は元田被告の行動について、殴る行為とコードで首を絞める行為は明らかに異質であり、過剰防衛には当たらないと認定。その上で、被告は妻からの攻撃で負傷したが、そこに至る経緯については、妻だけに責任があるものではなく、殺されるほどの落ち度はなかったとし、さらには犯行後の偽装工作について、身勝手な動機で妻の尊厳を貶めたと話し、求刑12年に対し、懲役10年の実刑判決を下し、1ヶ月半に終わった短い新婚生活は、最悪の形で幕を下ろすこととなりました。幸せにしてあげられなくて申し訳ない。公判でこう口にした元田被告。どんなに悔いても、最愛の妻が戻ってくることはなく、ご遺族から莉子さんを永遠に奪った事実は変えられません。人の感情は多かれ少なかれ、今置かれている状況やその日の体調、周りの言動や行動によって動かされるものです。その日その日によって、感情の起伏も全く違います。皆さんの心のダムは溜まっていませんか？もし、決壊しそうなほどに限界を迎え、相談する相手もいない人がいるとしたら、私と一緒に酒でも飲みましょう。もちろんジュースでも大丈夫です。愚痴や悩み、私でよければいくらでも聞きます。最近はあまり触っていませんでしたが、Twitter、今は X か。そちらで DM してくださいね。それでは今回は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。